つがれゆく意志、時代の練り、人の夢、人々が自由の答えを求める限り、それらは決してとどまらない。捕まったのか。ロジャーは自首したのか。エイツ、本当に求めてる。イーストブルーにロジャーズと同じことに飽きなかった。戦地のあの言葉、厄介なのはいつも D。 ここへ来て少々その名が人目に触れすぎているようだが、違う路線の奴らはこれを何と呼んでるか知ってるか。ゴールドロジャー、これはゴールド D ロジャーだ。 D ってのは何だと。よし、教えてやろう。昔の話だ。今の100年が明けた今から800年前、その時ちょうど誕生したのが世界政府。遥か昔の文献といくつかのポーネグリフを読み解くことで、我々はやがて一つの国の存在に気づいた。つは強大な力を誇ったようだが、その国の情報は必要なまでに書き消されておる。滅びた者たちの敵が、もし現在の世界政府ならば、空白の100年とは世界政府の手によって揉み消された不都合な歴史とも考えられる。敗北を悟った彼らは、その思想を未来へ託そうと、すべての真実を一心に刻んだのじゃ。それこそが現代に残るポーネグリフ。その王国の存在と思想こそが、お前たち世界政府にとっての脅威なのではないか。ロジャーの意志を継ぐ者たちがいるように、いずれエースの意志を継ぐ者も現れる。血縁を断てばあいつらの炎が消えることはねえ。世界を変えて
ってみせる。あの男はまだ動かない。世界中の革命家たちのプロだ。革命家ドラゴン。思うままに生きろ、ルフィ。時代は時として、あらゆる偶然と四季を帯びて世界に問いかける。我らはいずれ出会う日も来るだろう。俺はモンキー D ルフィ、海賊でゴム人間だ。俺もグランドラインに行くんだ。ドロドロじゃない。やっぱ海賊はゴムでなくちゃ。だから俺は海に出たんだ。ドラインに行ってワンピースを手に入れて、俺は海賊王になる。よし、行くか。お前の D の意志を継ぐものならば、この時代のその先を俺に見せてみろ。俺はやるぞ。D です。一体何？ワンピースは逸材にする。行け。少なくともあの子の狙いはない。俺は死なねえぜ、相棒。